こんにちは、カッパです。いつも視聴くださって感謝いたします。電車の型番です。ここは戸端駅です。降りる駅に乗り、黒崎まで移動します。今回乗る降りる駅が入ってきました。当車両に乗り込んだのですが、撮影場所がなかなか決まらず、ちょっと焦っています。戸端駅を出発しました。黒崎駅は枝三つ、スペースワールド前、そして八幡、その次の駅になります。厚区の石梁石峰山です。トンネル内で顔が映ってしまい、黒崎までしばらく車窓をお楽しみください。列車は今、スペースワールド駅に到着しています。12時15分発オリオ行きが乗っている電車です。
JR 黒崎駅に到着しました。乗り換えのため移動いたします。昔はこの黒崎から折尾を通らず直に筑豊本線に入る貨物線を使ったルートがありました。こちらは神の春経由、筑豊本線に入ります。直に筑豊本線に入る路線があるようです。皿倉山です。北九州市のランドマークとなっています。黒崎というのは小倉から始まる長崎街道の宿場町でもあります。この地域が小屋根瀬という宿場町で、そこの長崎街道小屋根瀬記念館が市によって運営されています。1階に筑豊電鉄の乗り場があるんですが、今回は2つ先の熊西という町から乗ります。筑鉄の熊西駅です。先日閉店した黒崎メイトです。熊西駅の眺めです。今では唯一残った路面電車になりました。三菱マテリアルの三本煙突です。黒崎のシンボルとなっています。ほどなく電車が到着しました。本来全線全駅を撮影していました。ですがパソコンが壊れてしまい、救出したデータだけでお送りすることを大変申し訳なく思います。どうかお許しくださいますようお願いいたします。
国宝電鉄では透明なビニールでコロナ対策をしているものです。難読地の名の一つでもあります。漢字の単語でガンダと呼びます。地下鉄直方駅の一つ手前の駅になります。この時お金を多く払いすぎてしまいました。あ、そう。あ、先やってあげて。30円お返ししますね。はい、ありがとう。地下鉄直方を出ると西鉄バス直方バスターミナルになっています。 JR 直方駅とは600メートルほど離れているため少し歩かねばならなくなりました。かつては飯塚、田川、直方と筑豊の中心地でありました。最後まで一緒に乗った人と しばし話をすることができました。大体が2キロが30分ぐらいだから早く歩いて、40分ぐらいだから20分、10分か15分。ここからも皿倉山が見えます。JR 直方駅です。こちら方向が直方駅の正面玄関方向になります。商店街です。今はシャッターが閉じられています。往年はさぞかし繁栄したことでしょう。直方駅に歩いて行ってみます。直方駅は建て替えられてきれいな駅舎になっています。鉄橋の上から若松方面の列車が見えました。電車ですね。改札を抜けてのホームに降りてみます。地下鉄直方まで一緒だった人が小倉へ帰るというので、折尾駅まで案内することにしました。お孫さんの行楽の下調べだそうです。だから折尾で乗り換えたらいいです。1時間ぐらいあるんだね。
ホームに降りると若松方面の列車と飯塚経由で笹栗に線に入る列車が止まっていました。ホームに看板があったので読んでみます。どこもきれいに駅舎は建て替えられますが、昔の駅舎がいいという人もいると思います。時刻表を見ると直方駅からは快速博多駅が出ているようですね。笹栗線に入り鹿児島本線から博多に行くコースです。反対の福北豊線、旧筑豊本線ですが、こちらは1時間に3本のペースで運行されています。若松行きが入ってきました。ワンマンカーです。言い忘れていましたが、この映像は令和2年9月28日に撮影されたものです。ここから直方から若松までの筑豊本線の旅はまた別の動画で紹介したいと思います。15時6分発浦手仲間湯方面普通列車若松駅です。場所でしばらくです。尻切れトンボですが、今回はここで一旦終わりとさせていただきます。後日また直方若松間の動画をアップしますので、どうかお許しください。それではまた。